とね、M82 箇所、M64 箇所。全てボルト直詰め。目に転がってた使い古しのアルミ板3輪です。腰とキャリアの間には滑り止めシート、厚さ3輪ですね。で、面を押さえるところが少ないから実装はちょっと緩んでくるかもしれないですね。リアキャリアにホームセンターの箱をつけていました。取り付け自体はキャリアのボルト穴 M8 と M6 ですね。これ2付けしてます。まあ、色もちょっとこの変わって色しかなかったので色がどうかな。まあまあ外れてはない。ホームセンターの箱がアタックかなと思ってたんですけれども、意外と振動吸収のパッドを挟んでキャリアに固定してます。ビリビオンとか今のところ形がないので、まあうまく取り付けれたんじゃないかなと思います。箱の容量自体は40リッターもないぐらいですから、今では収納力はないと思うんですけど、まあ釣り道具一式入れる分には問題ないかなと思います。で、上田とかはもう相手でバイクに乗ればいい話ですから、まあ、フィッシングベストとかビールとか昼ご飯とかですね。そういった細々したものを入れておけばいいんですけど、これほど収納料金いらないかなと思って今発見しました。まあ、本当はフルフェイスのヘルメットが一人収納できるような型が欲しかったんですけど、それするとやはりちょっと中華箱っていう選択肢になってきちゃうかなと。足が短いですから、こうまたがるときに重なる箱だともううまく乗れないというか、足が高く曲がらないです。もう年ですから、まあ、なのでこういった平べったい箱が利用には合ってるかなと思って今つけています。お、いい皮だな。普通の皮。ライブしねえかな。これはどうかな。いい縁があるね。住職縁の連続区間。おっと、ここライズポイントだな。いい川ですね。これで魚がいればくらい向きの川ですよね。いいかもしれない。こうやってバイクで探索してみるのもいいですね。ポイントそうなのか。荷台が大きい分、欲張って荷物の本格があるんですが、そこをふと押さえて、ホームセンター、そこの浅い箱につけてますので、まあ、これはこれで、なんか収入は合っているのかなと。ああ、寒いです。今日は風が強いですね。何度風に煽られてふらついたことやら。まあまあ、バイクこんなに風に弱いとはね。それとハンターカーブライトプラスいいです。やはり暗い。噂にたがわず暗い。今サングラスしてますけども、これついてるかついてないのか全く差が分かりますね。フォーグラウンドいるなこれ。走るんだったらまあ、あまり夜走りたくないのは正直なところなんですけど、それでもヤングウェルで走ることを想定するとオグランプは必要ですので、ね。ただいま。今からロッドケースをステンシル塗装していきます。色はマットスチールグレー。ちょうど裏側になるところからいいか。なかなかいい雰囲気じゃないですか。よし、あとは乾くのを待ちましょう。痛いな。どれにしようかな。これにしようか。シールして。なんだ。2箱の名前をつけてみます。おっとっと、かなりぶれてんな。まあいいんじゃないですか。上出来上出来。24式。浅底2箱。ライフフィッシングライクサンローリングストーン。実際に取り付けていきます。この穴の位置関係はやっぱり実測して、マーキングしていった方がいいですね。穴のゲームは M8 と M6 ギリギリに開けるよりも、M10、M8 ぐらいの余裕を持った穴にしていた方がいいと思います。そしてこの部分は箱の凹凸があるところですね。ここは5ミリぐらいの段差があるので、1.6 ミリのワッシャー。これを3枚ほど入れます。そして、こんな感じですね。で、あとは、レンチで締めていきます。あまり強く金欠しなくてもいいかなと思うんですけど。まあ、これでも全然びくともしませんからね。もうこのテープは仮にズレ止めにしてただけなので、後で取ります。で、サイドに、ロッドホルダーを、ロッドケースをつけます。あらかじめね、長さを決めとかないと、結構キツキツで入ってるんで、これ、キャリアから30センチでしたよね。もうちょっといけるんだね。で、ワッシャーをはめます。この塩ビ製のサドルバンドの径は 5.5 ミリ。穴の径が 5.5 ミリなんですけど、M5 だとちょっと緩かったので、M6 をねじ込んで、穴を格好してます。いや、この廃材が大活躍ですね。まあ、ここまでやっとけば荷重が分散するので、この薄いプラスチックっていうのは多分ポリエチレンだと思うんですけど、ポリプロピレンかな。まあ、こいつがひばることもないと思うんで。で、最後にこのボルトたちを、薄い見合いで、ちょっとこっちの方がいいね。こんな感じで、滑り止めのマットを引いておきます。ちょっとここ出ちゃいましたんで、後で。あれですね、ボルトヘッドと言いますか。ここに被せるカバー買ってきましょう。出来上がり。あとは実際、試走してみて、この辺のビビリ音が出るか出ないか、チェックしてみようと思います。もともとそんなにクリアなはずがないですけど、大事にしてもらいました。いい軽量用のアプロット、これで試してみようと思います。じゃあ、これにソックスはめてみましょう。れると思うんですね。さてさてどうだ？お、ちゃんとついてる。今ちょうど30キロぐらい走ってきて、かなり振動も耐えたんですけど、大丈夫ですね。成功です。まあ、使い込んでいくうちに味が出るでしょう。